日本がなくなってしまうんです。こういうことをですね言いたい。東京にはですねアメリカ人の生活保護者もいるんですよ。皆さん、世界一の軍事力、世界一の農業国、世界一の工業国、その世界一のアメリカが日本に来て生活保護をもらってるんです。こんなこと許していいんですか。浦安だってもらってる、あげてるんですよ生活保護、外国人に。千葉県の生活保護の時給っていうのは全国で47都道府県の中で17位です。あ、14位です、ごめんなさい。47都道府県中千葉県は14位、生活保護者、その生活保護者の中で外国人だけを言うと、なんと千葉県は全国2位なんですよ。東京の次なんですよ。浦安だって例外でありません。私たちが働いたお金がなんで、日本語も喋れない、ろくに税金も払ってないような外国人に生活保護として出資されない。